はい、始まりました。はい、よしえこチャンネルです。始まりました。さあ、ここはどこですか。はい、ここバッティングセンター。バッティングセンターって室内練習場。やっと来れましたね。ここ熊本、まあ、熊本ったらさ、はい、正直言って亡くなった監督の久保さんの、そうですね、ふるさとですよね。ふるさとだからよくシーズンというオープンで来たりとか、はい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 、結構そういうのは来るんだ、はい、でその中でそう吉彦さんと同じ年で、うん、同級生で ね、それで吉彦さんのことを最も知ってられる方ですよね。まあ、知ってるね。ね、うん、いろんなことを そこをですね、うん、聞きたいなということで、まあ、違うことも聞けるけどね。まあもちろん、うん、村上くんのことも聞きたいですね。そうだね。ね、と、うん、いうことで、はい、今井ジョージさんに来てもらいました。はい、お願いします。こんにちは、久しぶり。待ってました。待ってたよ。これほら、せーの、本日のよろぴこ。コロナに負けないプレイボールよろぴこ。焼きそば弁当、これうちのスクールでちょっと販売しようかな。福岡でですね、うちの会社のすぐそばに居酒屋がありまして、作っていただきました、うち専用 でぜひお土産で。食通のよっちゃんがこうね、はいはいはい、こう焼きそば弁当のこう見て、はい、僕ちょうどコロナで入院中に電話があったんですよ。はいはいはい、出てくれないかなって、はいはい、ごめん、今俺死にそうなんだよって。ああ、なんかそれ聞きましたね。大変だったんですよ。大変だったんですよ。一月半ぐらい入院してて、はいはいはい、その時に食事制限があるじゃない。はいはいはい、で焼きサバ弁当の、はいはい、YouTube で流してるじゃない。はいはい、飯食やん。あ、喉やろ。はい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 、はい、あれ通してのなんだっけ。いや、通してはないけど、こんなパイプを通して、うん、最終的にはだんだんちっちゃくなって、うん、それでね、生き返ったよ。高橋よしこの一言で何しよるの。いや、したらほんとこう、ほんまに死にそうな声で、あ、コロナかかって1ヶ月ちょっとってたよな。そうそうそう、うん、参りましたよ。これもうちのスタッフ誰もかからなくて僕だけかかったんですよ、はいはい、で、吉彦さんが、はい、まあ、うちのチャンネルで、はい、今井ジョージさんの話は結構出てくるんですよ。まあ、ご覧になっていただいて、はい、ということで、もう一緒見てます、はい。でその中でやっぱり吉彦さんの中で足といえばやっぱり今井ジョージだったということをいつも言われてて、我々も本当今日が第何弾ですか。18弾。そうですよ、カープを OB 回る旅シリーズですから、はい、やっと出ていただけたっていうね。あ、でもね、ここではね、謝んないですもん。謝りシリーズっても言われてますね。今まで謝りシリーズで。いや、でも分かんないですよ、みんな。いや、大丈夫。本当、金ちゃんにはあだ名金ちゃんって言うんだけど、なんで金ちゃんなんですか。ところで俺がつけたんかな。いやいや、違うよ。誰がつけたんだ。あ、高槻さん、マネージャーの高槻さん。あ、当初僕が入団した頃に、はい、クンタキンテって昔、大昔なんですけど、はいはい、映画が流行ってたんですよ。はいはいはい、その時にお前よう似てんなって、はい、入ったすぐだけだったから、はいはい、じゃあ金ちゃんだ。あ、それからなぜか今井なのに金ちゃん金ちゃん。あ、ですよね。いや、俺のイメージだったら流せんけど、お前じゃないと。お前じゃない。思ってたんだよね。そうそう、みんな言ってたもんね。金ちゃんですよね。だからバケンバケの連中なんかでも金ちゃんって大きい声で言うもんね。人のイメージしかないよ。今は野球塾の方をやられてるんですよね。そうなんです。すごい出てるね。すごいですよね。すごい出てる。そこに、まあ、まあ、56本の村上選手もここの教え子ということで。あ、小学校の時。そうや、小学校のね、3年生から来た。お兄ちゃんも来たんですよ。で、弟も3人兄弟なんです。はい、ですよね。3人ちょっと。お父さんがやっぱ野球をやってて、はい、高校でですね、野球やりたかったんだけど、肩の手術をして、はいはい、特待生で行ったんだけど、やめちゃった。お父さんが、うん、でそういう縁があって、はい、お兄ちゃんと宗がね、うん、ちゃんとしたことを習いたいと、うん、いうことからのスタートなんですよ。それちゃんとしたいことを習いたいって、俺は疑問します。ちょっとどんなことを習うのか。いや、だから食べること。食べることな。重要なものをやること。はいはい、もう重責のものはね、なかなかね、小学校で、うん、うまく。どんなことだったの。本当にさ、キャンプとか連れて行くじゃん、うん、そしたらさ、あの大部屋の中で2、30人寝るわけでしょ、はいはい、でその時にもう自由だから枕投げするわけですよ、はいはいはい、キャッキャキャッキャ言いながら、はいはい、一人だけ寝てるんですよ。へぇ、その中で
一緒に遊ばないんですか。もう遊んでないですよ。もう寝る時間って9時ぐらいだったら寝てるんですよ。へえ。で寝たかと思って食事の時になったら焼肉食い放題、はい、食べ放題7杯も買ったんですよ。小学生ですか。バケモンですよ。へえ。で今でこそホームランをね、はい、打席連続とか、はい、56号ってあるけど、小学校の5年生の時かな、はい、キャンプってこれもね、今日はお前ちゃんとホームラン狙えよってレフトに。レフトに、やっぱりその頃から左バッターですよね。左です。ほう。リスト強いんですよ、まあ、その当時の写真もありますけど。へー。でセンターに、うん、もうね、ちょっと引っ張ってみろ、うん、ったね、ライトホームラン。で、4打席、今まで4打席連続ホームランってうちのスカウトいないんですよ。はいはいはい。もう4回目狙い、はいはい、そしたら地元の阿蘇の小学生がセンター、レフト、ライト考えられないくらい下がる。はい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 。ねえねえ、宇宙間にカバーンっていったんですよ、はい、普通だったらホームラン止められてツーベース。ああ、なるほどですね。持ってるのよ、あの子。ここっちとは必ずどんな悪くても調子が悪くても。そうなんだ、うん、へえ。そういうなんか持ってるね、そういうこうなんていうかな、まだお兄ちゃんと違う、弟と違う。あ、まあ、プレッシャーがかかってるのかかからないのか。だから今回でもオリンピックも含めていろんなとこ持っていくでしょう、はい、一番最後の時ここでちょっと取材をやってた時だったんだけど、うん、もう僕はもう三冠王は決定だから、うん、絶対ないだろうと、うん、もうホームランはないだろうと思ってたら最後の打席に打ちましたよね。保護者の人が5656でやってるんですよ、はい、何をやってるのか、はい、ひょっとして取材中でテレビ映ってる、はい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 、打ったって言ったら、ホームランちゃった。そんなもんよな、あの、持ってる子ってさ、どうあってもさ、なんだろう、こう、よくさ、筋書きのないドラマって言うやん、うん、はいはいはい、あれ見たら筋書きあったろと思うな。あ、あったろ、最終打席で、そうですね、そのために、こう、打つために、なんか筋書き書いてないって、うん、漫画の世界ですよね。そうですね。でも普通さ、最終打席ったらさ、プレッシャーかかるやん。でも一つはさ、その前の打席で、前の前の打席で三冠王確定のヒットでしょ、うん、あれが楽だったんですね、はい、なるほど。あ、本人からしたら、うん、あれがもう、あれでもうほっとしてつの、やっぱプレッシャーかかってたよ。いや、かかってるよ。まあ、かかるわな。かかる、うん、まあ、高橋よしぐらいの心臓があればいいですよね。いや、俺その人この人の場合はもう全くまた別物だったからですね。はいはいはい。もう33試合の時なんか、まあ、途切れたなと。最終打席でやっぱりね、はい、小林さんな、小林さんからね、うんうん、すごいですよ。宗の場合は多分健全にね、夜はちゃんと寝てるし、この人の場合夜遊び放題、寝てなくて結果残してました。はい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 。でも小学時代からやっぱそう目あるんやね。あ、そうなんですね。今よく考えたらやっぱそういうものあるかもしれないですね。どんな練習をやっぱりやられてたんですか、小の時代。あのですね、これはもう僕も野球人としては大した選手じゃなかったので、まあ、吉君もそうですけど、いろんなOB からどういう方法がいいかなと聞きながら、で、まあ、小学生は楽しくやらせなきゃいけないということで、スイングの軌道とか、はい、バットの軌道とかボールの投げ方は徹底してやりました。だから彼はあの小学校のキャッチャーなんですね、はい、中学校の時もキャッチャー、はい、高校の時もキャッチャー、はい、そう、キャッチャー、うん、でもうちの試合ではピッチャー、ファースト、内野全部やらせました。全部のポジションをやらないと一つのポジションだけではダメだから、いろんなことが見えてくる。ピッチャーも結構、あ、そうなんだ、そうなんだ、投げそうではありますよね。何でもできそうやもんね。いや、だからサードもね、うまいじゃないですか、うん、だから、あの、これも面白くてさ、うちでそういう環境の中で、うん、昔だったら江藤が来たりさ、口が来たり、まあ、あなたたちもそう、みんな来て僕来るんですよ、はい、そういう姿見てるんですよね、彼は。で、それから東シニアの吉本亮って今ソフトバンクの3軍の何人かな、ドラフト1位で行きましたよね。あそこに行ったの、うんうんうん、でそういう関係ができて、それで九州学院、九州学院でも結構プロの選手が、そうですよね。でそれからドラフトにかかるときに、まあ、外れ1位だった。そうですね、そうね、清宮、はい、ね、清宮の外れ1位だったんだけど、ヤクルトスワローズの小川監督、これ後輩なんや、うん、あ、小川、GM は中央大学のですか、後輩なんですよ、ペアローなんですよ、1個下なんですよ。はいはい、はい、で電話かかってきて、はいはい、皆さんやりました、
でも内野で育てます、うん、だろうねって、うん、っていう話、うん、そういうやっぱり祐介がいたでしょ、うん、コーチ、うん、で福地たちがいたでしょ、はいはいはい、で環境の中にいるんですよ。なるほど。でそのお話をしてやっぱこの子はそういう面で持ってるんだな。出会いだもんな。出会いなんだ本当に。俺なんかのそうやもんね。俺はほら小馬さんがいなかったらダメだし、金ちゃんもそうやん、そういう、うん、ああってさ、こうずっと紐解くとさ、めっちゃ怖いよね逆に。ねえ、あの時この人がいなかったらとかさ。あだよね。そうやろ。これやってないですよね。うん、そうですよね。村上の写真とかあります？あ、ぜひも持ってきましょうか。あ、ちょっとあります。全然大丈夫です。去年か今年ぐらいまで使ってた。使った。水野。そうそう。まったいにワット使ってんな。あれ音まで確認してない。あの日本シリーズ始まるんで、二人でちょっと予想してもらいたいんですよね。ああ。日本シリーズを。日本シリーズ予想。松田なの持ってくる。もうでこの間さ、CS は結構優しかったよ。あのあれは予想の仕方は、うん、でこの CS の場合はソフトバンクとさ、うん、あのオリックスやったやん。でソフトバンクがガンガン打ってきたやん、うん、ガンガン打ってきた。俺この間も話したんだけど、オリックスにはあの黒部の第4ダムがあるんで、黒部第4で、あの山本っていう、うん、でかい壁があると、これがなんとかなればそのままいけるけど、多分ここで抑えられるんで、ピタッてきた時には打線が止まるんで負けるっていう、うん、そのままだったよ、うん、阪神はやっぱ精一杯やってきて掴んだ感じだったよ。そうだね、うん、あの用意どんの9連敗があって、でそういう面ではやりやすかったヤクルトがやっぱり断然有利したよね、うん、有利だったよ。うん、だから今度ヤクルトと要はオリックスじゃん、はい、打線を考えたら村上君がおるやん、そうですね、でオリックスに吉田正尚がおるやん、おりますね、この2人、この2人がもう対象やん。あとピッチャーやん、どう思う？いや俺はね、いや教え子頑張ってほしいんですけど、主力からしたらどうしても投手力がやっぱり上の方がやっぱ見ちゃうんですよ、ね、なるほど。だからオリックスって吉田正尚以外の選手打線って言ったら、そう大したことないと、まあ、まあ、バランスを取れてるチームだからね、はい、うんうん、そうですね、バランスがもうそういう絡んだ時にはどうなんだろうな。爆発力からしたらヤクルトは持ってるんだけど、はいはい、例えば村上を敬遠して外人が打つとか、まあ、山田君もいるからね、はい、まあ、調子のテッド君もいるから ね、 そ う、 ですね、そういうの思うんですけど、やっぱり山本君とかそこらがこう、ね、ピッチャーですもんね。いいピッチャーですよ。胸も村上って、お前それやばいですよ。どうやろ、やばい、やばいって言ってたよ。あのピッチャーやばいさ。ほんまだ、黒部の第4ダムだもん。もうガッチガチやもん。今回はまだダムがありますか。ダム、いや、ダムはあるさ。ありますよね、うん、まあ、また第一戦で来るでしょうからね、うん、山本投手は。でやっぱし、経験俺たちあるけど、やっぱしピッチャーが強いところって強いよな。だよね、うん、そうですよ。で、はい、短期だから、はい、1回ドンって抑えられると、あれ、1打席でヒット打ってるとめっちゃ楽ない、うん、日本シリーズって、はい、だから1打席目ダメだとそのまま引きずると、引きずって打てないのが多いんよ、うん、はいはいはい、だから第1戦誰がヒット打つかってもあるんだけど、はい、だそこに絶対山本君来るよね。来ますよね、うん、あれに抑えられたら、はい、まあまあ、前回の日本シリーズもそうだよね、うん、1対1ぐらいでずっと行ってて、ね、最終的に取ったから流れがこう、そうですね、ヤクルトに行ったけど、あれ抑えられちゃったら、だからね、はい、聞く方は簡単だけど、言う方は、もうこんなの適当に答えなあかんない。そうね、正直、だから、いやいや、もちろん、シーズンのさ、うん、俺は予想してっていうわけよ、年間の。俺だからカープっていうからね、絶対。あ、まあそうだそうだね。そうや、俺だったら個人的にはヤクルトよ。あ、そうヤクルト、裏切るぜ。裏切るぜ、やっぱ。いやいやっぱ教え子さんが可愛いけど、そうなるから。そうですよ、胸が打って負ければしょうがないなと思う。来年パ・リーグは数え、あの西武やからね、俺。確かに、それあるよね。松井さんがいるからですね、うん、教え子見んのか。あ、そうなんだ、九州学院。おお、これ3年目ぐらいですけど、西武行ってます。西武に、うん、すごい。だからそういう意味では日本シリーズ、日本シリーズどれがいいかな、神様の言う通りってぐらいよ、本当に。まあ、それはそうですよね、うん、その中でズバリ本当に数字を上げてくると、ずっと上げてくると、うんうんうん、
ヤクルトやな。吉井子さんはヤクルト。ヤクルトやな。ジョージさんはズバリ。もうですね、ピッチャー的にはほら、オリックスやな。オリックスなんだけど、はい、やっぱり教え子が。そうですよね。勝ちてもらいたいですよ。だからもうこのままね、はい、波に乗って、僕も4勝2敗でヤクルトです。と思います。ズバリ、4勝2敗でヤクルト。あ、何勝何敗え吉井子さん、何勝何敗どこまで聞く痛いですよ。せっかくジョージさん言ってくれたんですから。これがね、覇者同士やからね。そうですね。いや、純粋な覇者同士やから、ね、下克上じゃないですからね。違うからね。で、去年もこのカードですからね。去年は何勝何敗だったあれ。いや、4勝2敗じゃん。そうですよね。4勝2敗、うん、でも4勝2敗やろ。4勝2敗じゃ面白くないや。まあそうですね。じゃあ4勝1敗でいこう。4勝1敗お絶対ないと思うけど。そうだね。山本はやっぱ2回投げるからね。投げますね。投げれるからね。投げれるからですね。そうですね。そう考えない。4勝3敗。移動もありますね。4勝3敗やな。4勝3敗。で、ヤクルトですか。ヤクルト。うん、じゃあ、そういう感じで、我々も楽しみに見とこうと思います。ひどいよね。まあ、日本シリーズの MVP が言うから。そうですよね。経験者だね。ですね。MVP を取るですからね。すごいね。これって、だからさっき言ったように、用意どんで打つか打たないかよ。そうだね。ね。そう。だペイが勝ってないや、日本シリーズ。あ、そうよ。ペイが勝ってないんですよ。そうなんですよね。あれ、俺の責任があるよ。俺、ショートコース、いきなりヘラーして、すごい迷惑かけてる、ペイには。あの、村上をさ、結構うちはオープン戦とかやった時に、ここ使ったりするんですよ。ソフトバンクとか、ジャムがピッチャーの人たちがね、ここで練習したりしたりするんですよね。で、その時に、その村上の話になって、まあ、こうやってやってるから、やっぱり村上の方が数段上ですよ、気温が。硬い。その当時は。やっぱ1年目からやっぱそういう見方を。やっぱ向こうの方だから、試合、イースタンリーグ、試合、はいはい、もう全然、まだ1年目からあいつタイトル取ったですよね。ファーストホームラン王か、なんか取ったでしょ。村上くん、うん、取ってる。足も結構ね、速い。二刀さんと本当までやったの、今年。今年やったの。二刀して、三刀して、一三塁のケースで、キャッチャー、セカンド投げたダブルスチール、はいはい、二刀さんと本当だから LINE 俺がお前俺以上のことやったなって言って笑いで帰ってきてたま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 偶然だなってだからやっぱ持ってるねそうだね、うん、びっくりする運動神経いいかないいやろうな、まあ、運動神経それはそうですよ三冠王ですよそういう感覚じゃないよな運動神経でも弟はものすごい柔らかい今度ほら九州学院あれ柔らかいですよ、はいはいね、あの守備も柔らかさがあるんです、はい、で身長がこう大きいからだから僕は今はああいう感じだけど逆にプロでも鍛えられたらもう俺は変わるんじゃないあ、うん、まあお兄ちゃんみたいになる可能性もあるってことですよね、うん、ですよちょっと楽しみですねバッティング部は異常やもんそうですよねあの正隆がいるやんよしてます、はいはいはい、あの子は完璧にリーンカウンターバッティングしてるやん、うんもう後ろをほとんど前で、ね、前で捉え前で捌くっていう、うん、であの体あんまり多くないからね、うん、吉田君はね、うんはい、でもう完璧にできた子だったからね、うん、俺できた、うん、できた、うん、大コーチやった時もう完璧に教えることがない子や、うん、捕まえ方とか、うん、でその吉田君は本当に技術であれを出してる、うん、あのパワーの出し方とか多分すごい体が悲鳴を上げてるような感じがある、はい、すごい使い方が本当に完璧に使ってるんで腰が悪いとかあまあ一回壊したからちょっとぶつけてあのフェンスにぶつかってからやったからね、うん、で使い方がもうギリギリ100を120ぐらいに上げて使ってる、はい、すごい技術力でバッティングもだからすごいバッターないただ村上君の場合はねちょっとまだ余力があるやろって感じはい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 なるほどあかんもんねでもそうやっぱこうその持ってるその天性っていうかやっぱここで打ってほしい時に打てるっていうのはもともと持ってないとまああなたが取ったよねやっぱいろいろ人それぞれこうなんていうかなこういろんなねプロ野球選手になるためにはそんだけ能力があるとかいっぱいあるんですけどで持ってる人っていうのはここでやっぱり結果出すでしょレギュラー取る人なんかレギュラー取らないやつそこでやっぱダメですもんねここ一番っていう時にやっぱりそこらがやっぱこう持ってるし名前を残してだろう、ねうん、で見ててバッティング見ててもすごいもんな、うん、こうあれだけ最初主語いいんだから間違いないしあれだけさ力あるせいさ力あるせいに柔らかさでしょ、うん、で無駄なこんなことは言うバカ力を出さん、うん
マジでなんかこう軽くポンと打ってるみたいなレフトを入りますよね。スパンあの全部が一本のゴムでシャーン行くもんね。もう無駄なとこは全くないよね、はいはい、で吉田君の場合は自分能力技術的に能力ですごい上に行ってる、うん、吉田君は。あ、その違いですね、うん、すごい吉田君は本当に技術力と力の使い方でそのレベル以上のもの出してるから吉田君もすごいバッティング。だからやっぱよっちゃんなんかやっぱこう間近にさバッティングコーチでそういうの見てるからやっぱ余計感じるもんがあるよね、うん、だ無駄なことをしないよね。そうだね、うん、いやあの吉田君もそうだし村上君もそうだし、うん、だギーターさギーターでさすごいやんすごいっすね。ただすごいけどもうちょい気をつけんと体壊れるよっていう感じになるやん。ぐらいするもんね。だからあれをあれではあるけど、そうですね、あれをもうちょいちょっと楽に打ったなと思うね。そうね、うん、体壊さんでもいいよね。そうそう、もう見てたらえちょっと体壊れるって、うん、でもやっぱり最初に言われてたそのお父さんがね村上くんのお父さんがちゃんとしたものを教えてほしいっていうことで、うん、ジョージさんのところに来られてが今になってるんですよね。それに繋がってるっていう。もうお父さん野球大好きなんですよ。でやっぱほら自分がそうなって特待生でも選ばれていったけど野球がもうダメになったと、うん、はい、手術してねその当時、はい、あのお父さんの年齢からしたらもうやっぱり、ね、今技術はこうどんどん上がってきてるけど、ね、できなかった。それで、まあ、うちにねまた息子たちがこういい年齢になった時まず順番からしたら体を柔くしたい強くしたい、うん、で体を大きくしたいっていうところから、うん、テーマから入ってるから順番がすごく素晴らしいですね。お父さんの考え絶対お父さんもお母さんももうすごい言い方で僕がこう兄弟3人いるから誰かプロ野球選手になったらいいよねって、はい、母ちゃんに言ったら今井さんなんわけないじゃないですか、そんなのもうプロ野球選手なんか絶対なれないですよそんなのでナンバーワンナンバーワン。いやいやお母さん本当に言ってたんだから。昔はさこう小学校の写真があるけどこうやって試合が終わって一番夕方になったらさ全員一列にベンチ前に並べるわ、うん、はい、でマウンドに一人ずつ行けー走っていって、はい、大きな声で、はい、将来の夢はって言わせるわけよね。なるほどなるほど、いいですねもう涙が出てくるようなこと言いますよ、はいはい、僕はプロ野球選手になってその家を建てます、うん、お父さんお母さんにねプレゼントをしますっていうようなね小さい頃からそんなのをね見てきて、はい、これがねやっぱ現実になるんだなと、うん、西武とカープの時のあのいつも吉彦さんが話すじゃないですか、うん、日本シリーズ当時の、うん、でその時に一つ掛け違いがあって負けたって言われるじゃないですか。いや掛け違いは監督再犯ミスだ。そうそうそう、でそこで本当にジョージさんが普通は出るはずなのに、うん、そこを出なかったせいで負けたんだっていつも言われるんですよ。コウジさんコウジさんあコウジさんかあれかそこ聞きたいんですよ、ね、その後やっぱり打ったんだよね本人あれでもずっと覚えてるよな。そうそう俺たちよっちゃんずっと言うもんね。言われます選手も全員分かってたやん。そうそう、うん、だから久保さん辞めた次の年なんやね。そうですね阿南監督ですよね。そうそうで阿南監督やった時に、はい、で久保さんはもうあの時もう監督いなくてもいい感じだったよね。そう失礼ですけどすいません阿南さん、うんうん、くらい浸透されてたってことですよね。そうですね野球の流れっていうのが、うんだからベンチで全部分かってたもんね、うん、信頼されてたっていうか。そうですよね、うん、本当のサインでも走っていいって言われたからね。これ言ったのよ江川さんが投げてる時、うん、ノーアウトランナー一塁江川さん絶対走りますよって言ったら、うん、あのバンドのサインでも木下お前が走ったらパッと引くから大丈夫なんだよって言われた。それぐらいやっぱりなんていうか選手に対して信頼されてたんですよ。そうすごい教え方がね、うん、すごいね、うん、江川さんも言ってたもん牽制は嫌だって牽制は嫌だセカンド行ってくれた方がいいですよっちゃんなんかただみたいに走れたからですねエッセーやだでサードにサイン出してもらうんやって、うん、もうみんな面倒くさいから、うん、サードが出したらこう牽制するんや、うん、あそこ違うよね次元が。そうですね、もう面倒くさいもんだって牽制を見に来てるわけじゃないから僕乗ってたよね。なんで走ってくれないのかなと思う。走ってよサードの時のボールって全然違ったでしょ。違う違うこんなボール来てました、はい、これは打てんな、はいはい、そういうもんだね。ほんま手抜きだよね。すごいよね言うやいつもいつも言われますねやばいっすよランナーセカンド行ったかサード行ったけど球やばいよね全然違うもんね、はいはい、手抜きの神様、うん、でやっぱりその日本シリーズ戻るんですけどあの時にそこでその流れがカチッと決まってればやっぱ勝てたっていうことですよね。勝てたであろうというかね、うん、勝ってる
プドのヒットは生まれてないからね。そうですよね、延長戦で。そうですね、延長行ってないってことですもんね。そう、行ってない。僕が行ってたの、フリーロード上がっていくときに、うん、たまたま分かる、うん、うちが負けて、うん、こう歩くときに、岩井さん、カープやばい強いですね、本当に強い、まあ、同じ熊本で、はいはい、めちゃくちゃ強いですね。いや、そんなことない、たまたまだろうって言って、まあ、濁したんですよ、最終的にね。やっぱね、あの時バレー強いチームや、会社同士だから、はい、いつも言うよ、流れが変わった時はもう抑え気なんて、だから本当は俺たちだったよ、あの時押し切んなきゃいけなかったよ。そうですね。ただやっぱり3連勝したとこどこか隙があったよね。選手はなかったよ、うん、エモスじゃなくてベンチアホやからってエモスでやめたやん、はいはい、要は気持ちわかるに、あの本当に強いチームだったから3連勝したからもうそれで負けてもいいんじゃないかっていうとこはどっかあったと思うよ、うん、篠内、うん、なるほどですね。押し切れなかったってことですもんね。スッといけば一番ね勝負ごとっていうんですけど、やっぱり何でもそうだけど、一応し続けてしまえばそれを崩すのは大変なことですよね。そうですよね。でも今と覚えておく、小林さんがヒット打ちました、はい、あの時すぐベンチは俺たちは、あ、金ちゃん大層やなと思ったら出さない、うん、で、え、なんでかな、あれ7回ぐらいよな、うん、あ、そうそうそう、うん、7回ぐらいで、下近いかな、そうやね、なんで出さんのかなと、まあ4番だしね、はい、そういうとこあったのかもしれん、うん、童貞やから、はい、それでベンチはみんなこれ金ちゃんやろ、金ちゃんやろで分かってるんですよね。僕も用意してたんです。だからまあ多分もう間違いないなと思ってたんですけど、うん、セカンドまで行ったんや、はい、そうそうそう、セカンドまで。でバントかなんかしてセカンドに行ったんや、なんかね、うん、で小江さんで、はい、でもうベンチはもうザーザーよ、はいはい、その時にもう金ちゃんやろ、金ちゃんやろ、金ちゃんやろ、はいはい、金ちゃんの時準備してるね、そうそうそう、全員、はいはい、で、衣笠さんよ、レフト寄りのセンターの方へヒットって、そう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 、で、小江さんなんか帰ってこないから、ね、うん、そうですね、帰れない、で、ワンアウト一三塁になったわけ、はい、ね、一三塁になって初めてそこサードランになってたですよね、木下さん、木下さん、まあ、ゴロは分かってたんだけど、なんかこうね、シュートに引っかかっちゃったよね。で、あの時スクイズやろってみんな、うん、俺も頭の中ね、そうやろ、ひょっとしたらスクイズあるんじゃないかなと思う、もうああいう場面だからね、うん、1点取ったら絶対勝つんだ、ね、そうそう、9名かなんかはね、サードゴロだったんですよ、でホームアウトだった、はい、まあ、どうしてもね、ランナー1、3塁だから行かないとしょうがない、そうですもんね、はい、だから富雄さんにはですね、富雄さんのせいで負けたって言ってますからねみんな原因あるからね最後ね、でも第8戦目日本シリーズ8戦ないじゃないですか、そうですね、俺セカンドランナーで行って、はい、あ、誰の代わりだったかな、代わって、はい、パチがさ、ヒゲがさ、横に来て、よし、お前まさかこんなところで走らねえだろうな、一言、うん、ひょっとしてお前左じゃん、うん、俺もう一発冒険でっていう気持ち、もう全然ダメだったから、うん、あったのよ、うん、そしたら一言ポロッと言われたんですよ、はいはいはい、え、まさかこんなところで牽制が来るって思いながら、あ、なるほど、脳裏をこうパッとかすった、ね、あの一言とは聞きましたね、あ、ハチが、あ、失った、同級生だね、そうですよね、うん、俺たち、いいしげさんもですもんね、うん、そうですね、だからやっぱね、はい、やっぱ言葉ってやっぱ聞きますね、だからね、日頃レギュラーで出てるやつがそういうことをボロっていうことはひょっとしてあるんじゃないかなとか、うん、左ピッチャーだからね、やっぱり可能性は大にあるから、はいはいはい、よっちゃんファーストランナーでね、本当にでもヒットと思ったらね、取ったのも頑張る、そうそう、絶対ヒットと思ったもんね、だからいろんなあるんよ、あるんですよね、生で聞けてですね、嬉しいですね、いや本当にね、僕はもう本当足は速かったけど高橋由伸君の存在がなかったら、はい、まあ、ダイソーで慣れてないし、あ、いろんなもん教わりました、ね、でもね、完璧やったよ、ダイソーは言われてますよね、うん、それは今回巨人のコーチになったやん、鈴木君、はい、うん、あの子がほら、ダイソーだけの子だったけど、はい、やっぱ世の中ってああいうとこ今注目するようになったよね、そうですね、うん、今はそうですよね、うん、でもあの頃すごい注目あったらナンバーワン、ね、そうでしょうね、ほんま、1球目で行けよったからね、1球目で行かないと理由わかるでしょ、はいはいはい、怒られてからですよで、それがなかったら普通に走ってますよ、で、やっぱ、あ、バッターは待ってるんだから、ど真ん中のボールでも見逃すわけです、はいはい、だから外されようが何だろうが絶対セーフになるっていう教えだからですね、はい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 、だからやっぱあれがなかったらなかったですよね、結局その1球目から走るって、だからほとんど 1,2 球で僕はもう走ってましたから吉彦さんがそれはバッターの時の形ですね、そうなんです、でそれを言われて、あ、これは一軍では通用しないんだ、はいはい、まあ、待って、だから小川さんも言われたようにワンツーとかね、うん、走らへんでヒット、そんなもんって普通だからね、うん、当然だから、そうそう、いらんからね、うん、待ってるに行ってそれからの攻撃になる、なるほど、まあ、よっちゃんもそうだよね、大体、うん、1、2球目で、はい、分かってても外されても走ってね、ね、だから、まあ、そういうのはいないもんね、うん、
うん、山崎隆三さんとか翔太さんが2番にいたじゃないですか、はいはい、したらやっぱり吉彦さんが走るまで、まあ、打てないと、はい、早く行ってくださいよって言いたいけど言えないって言ってましたよ、うん、でも早く行ってたよ、よっちゃんだって 1、2球目ですよ、早かったですよ、だからバッターはね、うん、逆に楽じゃない、はいはい、ボイさんなんかもね、もうよっちゃんがやっぱランナーセカンドにいるだけで、はい、やっぱり絞り球がやっぱ、ね、狙えたと、ね、そうですよね、これサヨナラホームランって結構ね、俺がランナーで松川さんもサヨナラホームランとかもね、うん、アウトコースの方でね、ほらあそこ待っとったんじゃんそうなるよね絶対まっすぐしかないそうですよね、偏ってるからやっぱり刺したい、キャッチャー刺したいですからね、走らせたくないんで、だからコーチとかやっぱそういう風にやった時には狙わすもんね、うん、アウトコースまっすぐ狙っとけって、はいはい、セオリーですもんね、そこ来るんでって、でそれを打たれたら今度八方下がりになるんだよ、はいはい、バッテリーがだんだん出ました、アウトコースまっすぐ打たれました、あどうしようかになるから、今度走りやすくなるからね、だから両方良くなるよね、走りやすくなるし打ちやすくなる、はい、それでバッテリーは投げづらくなるって形になる、はいはい、だから足ってのはやっぱ大事、26個やでカープ、今年26個です、やばいやろ、やばいね、どう思いでしょうかお二人は、だって俺多分用意どんどん21試合終わって21個走ったわけやもん、やばいねそれは、でも俺はどうやってそういうことを教えるかよな、スタートで、だからやっぱ教える人間がやっぱそういうのをこうねきっちりしたものを教えないと、技術的をね、相乗効果がありますからね、そうですね、走れるっていうことね、うんはいはい、チーム力上がるからね、投手陣も上がるし、だから S 級の足だろうが A 級の足だろうが、うん、でも S じゃなくても A 級の足の子はスタートが良くなればね、スライドが良くなればやっぱセーフになる数って上がるわけ、はいはいはい、はい、そこないよね、だから技術的をどうできるか、うん、そうですね、だもう途中からすごかったらガンガンやからね、もう今タバコやめてるけど、よくあの裏の話すごいさ、すごかったよ、はい、ダイソーやん、はい、そしたらもうこうやってでつけちゃ消すわけ、はいはい、またつけちゃこんなもうつけたばっかりですよ、はいはい、で緊張してるそりゃそうですよね、みんなこうやって裏で準備して、はいはい、よくなるよな、はいはいはい、でアウトになったら負けだからさ、そうですね、余計プレッシャーかかるんですよね、ジョージさんのとこってやっぱりかかってますからね、で行かないと怒られるでしょ、はい、おばさんみたいですね、はい、そうだやばいよねあの人本当やっぱり行かない行かない、おばさんのさよならホームランみたいな、俺初めてダイソー中日が小松がないやつ、はいはい、で 1-0 で負けてて、はい、9回ですね、はい、でランナー出て1球目からですねボールの3回、はいはい、俺ベースに帰って嘘だまたアウトになったらこれ2軍かよって上がってきたばっかりや、はい、まあいったなと思ってリードして、はい、パッと見たらまた取るんです、一気に見てマウェイストライクストライクで 1-2-3-1 もう牽制来たらアウトやろ、1-2-3で走ったよ、セーフセーフになりました、はい、で長嶋が、はい、もう粘って粘ってセカンドゴロでサードだったんです、はいはいはい、まあ同点の決戦、大阪ランキングのライトにサヨナラ、小葉さんから褒められて、お前いい仕事してくれたなって、嘘だ俺二度と嫌だなと思ったから、やっぱりジョージさんも小葉さん怖かったですか、怖いっすよ、めちゃ怖いっす、地元も一緒ですしね、あの人笑顔って絶対ね騙されますよ、あの人絶対ああいう人じゃないですか、よしこさんも言うんですけど、ニコニコ笑いながらこうした足ばっかり堀場さんの蹴ったよね、骨折かなんかしたやばいっすよ、二人で東京でさ銀座かなんかにこう行くときにこうやってエレベーターの中で小葉さんが来て、そうそうそう、たった何秒かの間もう気をつけ状態で、はいはい、生汗がでそれもさじーにらむんやな、そう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 、じーってにらむんやまた会うよなあのエレベーターはもう、そうそう、ね、ホテルがホテルでさ、まだ一言、はい、でも文句うるさくなかったそうそうね、僕野球やめるときもともと魚屋さんだったんですよ、魚屋さんして僕はダメにしたようなもんなんですけど、そうそう、一番反対したんですよ、お前なんだなんでやめんだ、そこで動くじゃねえかよ、山中としてね、そうそう、あ清さんですね、一瞬止められて、その時ちょっともう、まあね、事務所の中でいろいろあったから、ね、一番止められて、で彼はもう僕の実家にも遊びに、そうそう、もう一番スーパーさん、まあ、魚やってる時にね、あどこだっけ場所、ミスミ、ミスミ、うん、で海岸線ずっと来るんよ、はいはい、ずっと行った時にさ、はい、あの妹さんがいる、そう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 、で俺車自分で免許証とばっかりしてさ、そう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 、海岸ずっとこうやって運転したんや、なかなかすまんのよその車サイドブレーキ引いた、そうそうそう、引いたままずっと、引いたままずっとおかしいなおかしいなって
聞いてたのがおかしいなって妹さんの口でおかしいなってずっと出したら、あの、え、サイドブレーキ、サイドブレーキ、そうそうそう、引いたまま、引いたまましたっけ。昔の車のサイドブレーキあったやん。 ありましたね。あんな時代、で海岸線ずっとでかい坂と入って、お父さんも元気だったからね、そうそうそう、よく遊びに来て、こっちの方のバッティングセンター行って遊んだりとか、ね、仲良かったから。いや、それは聞いてますよ。その当時ですね、はい、だからもうまず今のほら村上みたいなもんですよね、はい、スーパースターだから、ね、どこに全国行ってもう顔見たら、え、嘘、なんで川本隆史はすごいのっていうような世界で、もうすごいんですよ。その中に遊びに来てたんですよ。大変だったですけど、ね、どこのバッティングセンター行ったことあるの、これ。あ、じゃああれと、こっちの方来て、中行って、じゃあ中も普通に、普通にバッティングしよったもん。そうですよ。僕らが入ってきた時は、まあ、寮の前なんか何百人以上ですからね、はいはい、女の子、あそこ玄関開けるたんびに、これ絶対裏から入って出ていかなきゃいけないわ。すごかったですか。だから同級生だからずっと話すし、で、ダイソーすごかった。そうですね、バッティングも良かったよ。いやいや、よく言われますもんね、吉子さんね。そうそう、レギュラー決まってなかなか出れんや。だからこうダイソー専門になったけどな。僕が入った時に、僕は結構足と肩に自信があって、いや、すごいですね、 50m5秒6っていう風になってますけど、はい、まあそれはすごいですよね。まあそれはそうなんですけど、それでも、はい、それでも沖縄のキャンプとか行くじゃない、山崎とよっちゃん、はい、まあ、1年目だけどこう走らせてもらって、はい、1回も勝ったことあるんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。で、だから俺、まあ、笑ってるんですよ。まずこうスタートが、はい、まあ、僕はほら走り始めたらこう早いんだけど、はい、まず2人ともスタートが違うんですよ。1本も勝てなかったんですよ。だから2人とも笑ってるんですよ。なんでだろうなと思いながら、はい、100m 走ったら俺は速い、絶対速い、速いですよね。盗塁もスタートの時、もう僕はダイソーで出始めの時、まだ覚えてますけど、神宮球場だよね、はいはいはい、外人のピッチャー、大阪のピッチャー投げたんですよ、はい、僕ダイソー出ました。バッターよっちゃんが、はい、もちろん 待ちますよね、はい、もう絶対盗塁するだろ、待ってくれてる、はい、で僕は初めてだから足がすくんじゃって行こうと思って足が出ないんですよ。で、ワンストライク、ツーストライク、はい、見逃してこう見てるわけですよ。なるほど、なるほど、これぐらい走れよって。それで、まあ、まあ走ったんですけど、で、まあ、よっちゃんね、ボンダになって、はい、神宮のあの中で初めてバット叩いて怒ってる。何怒ってるのかなって、金ちゃん、あれぐらいのピッチャーだと、9球目ね、2球目で決めてよ。まあ、実際そうなんですよね。それから、いろんなことを聞いたんですよ、僕は。リードオフはなんで大きく取らなきゃいけない、はいはい、簡単にはね、いかないんですけど、こうやってやるんだって。でそれからやっぱ、本当自信がついて、よし、じゃあ、まあ、これでね、絶対いけるはずだ。まあ、いろんなものが見えるっていうんですよ。おあのピッチャーはこうやったらこうだって見えるっていう、はい、僕らもこうチンプンカンプン、はいはい、変わらないと思うけどな。やっぱり何か優れてるんですよね。そうです、感性を持ってるんです、はい、ロッテの当時 の、 あのコーチやられてる、はいはいはい、サブロー選手とか、福浦選手もやっぱり皆さんそう言うんですよ。でしょ、はい、だって言っても分かんないと思う。サブローなんかのさ、こうやってサブグラブが下下がったらホームやからな、っていうか開いたら牽制やから、分かる、ほら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 、分かりません、なんで分かんないんやって。だからそれが全てじゃないけどね。いや、でもでも最終的にはスタートの速さやからね。案内状さんですらやっぱりそう思われるってことは、だ原点はそうですよ。だから僕もう本当あんまり言ってなかったんですけど、はいはい、よっちゃんからそういうのを聞いて、自分もほら走っても負けるもんだから、なんでかなと、まあ、悔しさと、はい、それでそういうのこうやって見んのって、見れるわけないじゃん、だからピッチャー見ながらキャッチャーのサインから見れる見えるこういう練習をするんだ目の動きを言うわけですよ。言いますね。で、福本さん、福本さんで分からわけないって言うし、目ん玉や、目ん玉見とけや、大丈夫なんやって言うし、そうやろ、見えへんやろ、ね、見えんよって言って、福本さん、そうやな、ね、いいか、いいか、こうピッチャーの目を見ろ、目を、そしたら分かるやろって、分からんって、ね、あそこはまた違うレベルだから、感覚です。ただ人間って視野があって、はい、こうやって見てても、向こうは何してるか分かるからね、うん、だから本当はピッチャーの見方って、こうやって漠然として見るよね、集中して見ないように。はいはい、時にこうやって本当にこうやって見るわけよ。こうやって見るよね。でこうやって見るけど向こう今動いた。で
ピッチャーが分かるわけやから、はいはい、で牽制の時はもうすぐ分かるんで、はい、で戻ったりとか、そのからこう目はこう目ん玉キャッチャーが見えるまでリードを大きくすると。多分夜鍛えてると思う。こういうね、女性が、ああ、こういうのが来た、あれはこう、こういう感覚ですよ。夜トレーニングだったんですね。あれは夜はやっぱそういうトレーニングをして、昼間、その実践をする。幅広くね。幅広く。いや、でも、吉彦さんが言われるんですよ。その歴代の中で、誰が早かったですかっていう、よく質問があるんですよ。その中で、やっぱり屋敷さんで、今井ジョージさん。福本さんって3人挙げたらこの3人ってやっぱり吉彦さん言うんですよ。若野さんも言うからね。若野さん一回も刺されたもん、うん、若野さんも言われてました。外して僕刺せなかった、はい、だからいいキャッチャーも刺されてない、うん、山倉さんなんかゼロだから、うん、あったよね乱闘時点で俺がスライディングした後ボーンとったらよっちゃんと清がヘルメットとバット持ってきてホームでね、スライディングしたんですよ、はいはい、で僕スライディング入ってから頭カーンって脳震盪みたいなのを起こしたんですよ、はいはい、これがもう飛んできて山中も仲良かったもんです、はいはい、2人で見てバットは持ってきて担当になったよ。今だったら大変よ。大変ですよね。まあ昔あったよな、そういうのが、まあ、そう超短期だったからですね。その話はまだ聞きたいんですけど、だから、はい、俺だから寮が好きだったのは、寮は入ったらもう外界からそうだね。だからあの携帯もないし、そうそうそう、あそこに電話があるだけやから、そうそうそう、自分の好きな電話を出るだけでいい。自分の持ち物だったからね。出ました。これを聞きたかったですよ。やっぱジョージさんの時代もそうですか。いやいや変わらないですよ、ね、やっぱそうです。僕には絶対そんなこと言わなかったんですけど、はいはい、電話は自分の持ち物。そうですよね。今でいう携帯電話一緒です、はい、ですよね、はい。後輩の方々は関係ない、皆さんそれで被害に遭ってます。で、あの時代に携帯さえあればこんな問題は起きてないと。まあ確かにそう、ね、そうそう、あれだから誰か電話引っ張ったやつよりよ、寮に。あ、誰かいたね。誰かいるよ、ね、その後その後、はいはい、いますよ、部屋に電話引っ張ったやつですよね、うん、そうそうそう。俺もそういう人がよかったよ。そうそうそう、それ平和だったんですよ。確かに規則があるわけやから。なるほど、寮だよね。やっぱりその、え、集合は、まあ、同級生は来なくていいんですか。ないよ。だからまあそれはもうほとんどなかったですね。僕はだから締められるっていうことはなかった。締められるって言うなよ。懐かしい言葉使わないよ。お前よっちゃんの場合は平気でやってましたね。締める、僕は黙って見てました。締めるっていうことは久しぶりに聞くね。なんしかしもう本当ね、はい、もう話題だった、まあ、これ本当に言っていいかどうか、はい、俺達川さんとさ、あなたがやった時さ、はい、僕中にいたんですよ、試合を始まる前に、はい、で達川さんがこっちからこうね、ボイスのとこに入ってきて、よっちゃんと二人、よっちゃんの本当にダッシャーダッシャーダッシャー、そこでも喧嘩になりそうなって、あったあった、俺が止めたんだから、ね、強しい子も、確かにやめとけって言って、試合前にやり始めるんですよ、でもこういう性格でしょ、はい、やばいなでも止めて、まあまあ、何が原因でそうなったかっていうのは、まあもう積み重ねてある、ね、おかしいな、俺の記憶にはない。ある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 って、だって市民球場の、そう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 、ある、俺は止めたんだ、あれは違うよ、まあ、してる時のあれとは違うよ。あの時も僕言いました。俺たちいつも上げてたもんね。え、食堂でやった、食堂、いや食堂じゃない、あのロッカーで、うん、ロッカーであなたが向こうにいて俺がこう言って、たまたま試合が始まる前に、うん、松川さんがパンクになったからよし、何かあったかしないんだよ。そこの理由はもう言ったらキリがないから、うん、そうですね、キリがない、そこキリがないんか、俺はキリがないと思います。キリがない、もうそういう話してないとキリがない。俺散々言われたもんな、圭介にもな、 いつもグラウンドでこう、うん、おらんてるってまたなんかやってるって。いやでもですよ、いいですね、なんかこうお二人の関係っていうか、まあ、後輩たちと違う安心感がありますよね。あるある。で、まあ結構な、飲みに行ったりとか、いろんなのしたから、こっちの方のね、はいはい、電話かかってくるしね、それは仕方ないよね。それ仕方ない。あれ、噂の大女優がね、はいはい、大女優と付き合ってた時に、はい、あ、寮じゃないけどさ、はい、キャンプ地の宿舎に宮崎な電話かかってきてさ、ね、ちょっと聞いてよ、あの人捕まらないと、あれ練習中じゃないって、俺はお前のマネージャーじゃねえんだから。
いや、あなたが条件が出ましたよ。言った方がいいがあるよ。俺に電話かかって出てくれないのです。練習中だから出れないよって。俺はお前のマネージャーじゃねえんだから言ったもんね。で俺最初本人分からなかった最初、はいはい、ね、そこ の,、はい、あのペンションみたいなところにね、はい、立って、ね、行って、あったね、行ってあったあった。まさか嘘やろ嘘あの5度見ぐらいしました。そうですか、海沿いの子はそう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 風見取り、風見取りしましたな行ったよねあそこさ、結構泊まるのが大変だよ。だから予約を取れるだからあそこ結構ほらテンションがあって、あで街出たらまずいしってあるやん。そうそうそう、結構ねこれぐらいのスーパースターです。でそれ手紙とかね、はい、見せるんですよ後ろで。ピーッピーッ、一番後ろにこう置いて、キンちゃんキンちゃんキンちゃんな、何言ってんの、これちょっと飲んで書いてありますよ。何やねんこれ、なんで俺をこうやって見なきゃいけないの。これ証言者2人がですよ。そんなことされたって言ってました。まあもうね、俺はいかにもこういうね女性と付き合ってんだわ。情けないの。かっこいいですね。今考えたら高橋芳子情けない。なんで情けない。いやそれぐらい素晴らしいですよ、そういうの人に見せるって。いやいや、こうやって見て、いやいや、確かに楽しかったからな。悪いっすよね。でも面白かったね野球がな。ね、乱闘もあったし。高橋芳彦から見た今井長司さんっていう方ってやっぱりどんな人ですか。時代やね、時代ってより大学行かないでそのままプロ野球入って俺と一緒にやってたら永代やね。スイッチしてるかもしれない高3に言われて。あ、そう、あそうでしょうね。似たようなもんだもん。中央大学の方に行かれたんですもんね。そうなんですよ。はい、で、泣く子も黙る鎮西ですよね。そうね。泣く子も黙らないですけど。いつも吉井子さんが言うんですけど。全然黙らないですけど。悪い学校ない。もう鎮西も変わってきたろ、でも。少ないの。だから鎮西もう生徒が少なくなって、神話高校って頭に学校がな、学園になってるから、そっちが多いから今持ってるので、やっぱり相当少なくなってる。鎮西も甲子園行かれてましたもんね。はい、そうです。ね、だからうちちょっとここで教えてる松崎アフランク。はい、昔の体育指導、はい、はいはいはい、あれうちにいるんですけど。あ、そうです、はい、すごかったですよね。あ、甲子園ベスト4まで、はいはいはい、はい、山内もそうやろ。高野同級生、同級生やろ、うん、俺鎮西同級生、同級生。俺あいつがピッチャーして俺がショートしてる。そういうことない。同じように入ってたら、うん、同じようにスイッチしてるんですよ。久保さんのことやから。ああ、そう、4年間がダイソー専門になったかの違いだかもしれない。なるほどですね、うん、まあよっちゃんほど根性がないからですね。憧れのスーパースターだった。僕らも入った時はもう高橋芳子って言ったらすごい存在。ああやって見たら4年間ででかいよね。でかいよ。だってあんたたった4年の間にもう全然違うもん、うん、これは俺から見たらもう年齢も上だ、まあね、こう言ったら失礼、同級生なんだけど全然雲のような人だから、もうスーパースターだからです ね。 なるほどね。普通にその中で寮の中でただ話せてるっていう、はい、もう外に出てしまえば全然だ、ね、4年でだから4年で全部やってしまう。すごいタイトルだね。回ってみたらあるよね。だからほらマー君とさ斉藤佑樹、ね、はい、あれはあれでさ、斉藤佑樹君は早稲田行って優勝したやん。はい、しましたね。で、一つの絡もんや。マー君は行かないで、はい、楽天で4年間で全部取ったやん、はい、そうですね。回ってみたら、だから高校から大学行くのかやっぱそういうとこすっごい考えなあかんってことよね。うん、もうね、カープ激励の夕べでボイコットした時、ね、僕と、はい、あの清だけですよ、2人だけ家に行って、はい、報道関係いっぱいの、はい、あったね。これ言うに行って、あの僕は取ってる筋は取ってると思うんですよ、はい、ね、シーズン前にこういうのをやってもらっても選手は困ると、うん、まあ、確かにファンサービスだから当たり前のことなんだけど、はい、もうそれではやっぱり、はい、行っちゃわないと気が済まないタイプだから。そうですね、今って言わんよ。いや、そりゃそうだ、今だって言わん。今だったらおかしい。今だったら言わん。やっぱしね、人生って勉強するべきやね。2000本売ってましたね。そういうことじゃないけど2000本も楽に売ってます。あ、そうですね。一番悪いのは小林さんやけどね。小馬さんが辞めるからこうなるだけ。まあまあそりゃそうですよ。そうやろ、ね、で急にキャンプの時辞めるって言い出すし、ね、あの時さ、キャンプの時今年ほら辞めるから、は何言い出すよこの監督と思って。で小馬さんがカープでまだずっとやっときゃ俺絶対に。そうだね。でも小馬さんがいなくなったら時代終わったな俺が、ね、最終的にアナウンさんが変わってからもう時代が変わったのかな。いや、まあその門限の話なんですけど、うちの番組正田さん出ていただいて、はいはいはい、でその時に言われてたんですけど、はい、常に今井ジョージさんに飲みに連れて行ってもらって、
あ、寝てるんですけど僕は寝れなかったと。寝かしてくれないでしょ、先輩が。試合終わったら今井さんと今井さん、あ、ジョージさん、金ちゃん、金ちゃん、なんで行くぞとか、横浜で、はい、ナイトはデイゲームできます。で、ナイト終わるでしょ、はい、金曜日です、はい、金曜日、僕横浜で、横浜で、もういいじゃないですか、次のデイゲームじゃないですか、はい、デイゲーム、ね、朝からですよね、朝までバイト行くじゃないですか、2時間ぐらいしか寝て、はい、仮眠して、はい、僕室内練習行くわけです、はい、で、デイゲーム終わるじゃないですか、はい、また行くぞとか、はい、岩井さんは8回か9回やらないですか。大丈夫です。僕は1回から9回まで行くわけですからね。何でも分かんないね、寝かしてくださいよ、何言ってんだよ、分かるもんなくないじゃん。いう証言されてるんですよ。はい、逆ですよ。それ全然、これもそれ見ました。あれ、証言を覆します。横浜でね、はいはい、あいつのファンの女の子がいて、はい、さん、今日ちょっと付き合ってくださいよ、ファンの。ね、行かなきゃいけないんですよ。なんでこれお前と付き合わなきゃいけないんだ。で、行ったのよ。はいはい、女の子ずっと、で最後送って帰るの、はい。ね、翔太と、はい、その彼女が、はいはい、その遠いんですよね。どの辺まで行ったか。なるほど。送るけど遠いと。朝日が上がってました。タクシーでこう朝日が上がってくる。そうだ。お前となんで俺が寝なしでお前付き合わなきゃいけないんだって。なんかもともと彼女だったかなんか分かりませんけど、はいはい、まあ、そういうんだよ。あいつね、絶対嘘言ってますよ。俺僕はそれちゃんと見て、こいつ絶対言わなきゃいけないなと思ってました。だいぶ真顔で言われてましたもんね。もういつもしんどい思いしてたと。知ってました。嘘つき症だって知ってます。知らないですけど。あいつ嘘ばっかりします。なんだ、こう YouTube やったら面白いのさ、デーブ、はい、デーブがあるやん、はい、今度、はい、池田近さんがおるやん、この二人がさ、お互い違うこと言うわけ。そうですね。デーブはデーブ、あ、近さんなんで嘘ですからね。で、近で、あ、デーブ嘘だから、そうそう、お互い嘘ついてる。これ二人が俺たち三人でやったらどういう顔になるか。そうですね。考えてみてください。男とずっとそんな朝まで飲まないじゃないですか。まあ、そうですけど、あいつ出汁使ってますよ。いや、それぐらい我々からすると、あ、今井ジョージさんは翔太さんのことを可愛がってたんだなーって、いやいう風にみんな多分撮ってると思います。まあ仲は良かったですけど、あいつも都合がいいですね。被害者ですもん。なるほど。大体がね、あの、もう喋った時もみんな高齢者になってるから、そう話が変わってるわけ。変わってる、変わってる。中で、あの、自分の想像をいい風に撮って喋ってるから、たまにあるもん。でもあなたの場合は事実だ。ああ、そう。全然変わってない。本当。飯を食っててもバット置いてる、はい、常にバット持ってる。箸よりバットですよ。ああ、本当すごいですよ。それぐらいの感覚。本当に練習しますよ。彼一人部屋だったんですけど、よっちゃんちょっとごめんっつって、血沈んでいいって部屋に行ったりして、ね、もう冷蔵庫なんか揃ってるわけですから、音楽がゆっくり、ああ、こんなのいない、ちょっと思いながら、もうよっちゃんいないのに、いい服があったら、よっちゃんちょっと借りとくよって。サイズ一緒だった。サイズが一緒でしたね。その当時一緒で。はい、でそうそう。こう、いい服があった、はい、もうその当時何万円もするようなね。はいはいはい、で、こう、僕がこう、めくってしてたのが、はいはい、伸びてるわけですよ。あ、なるほど、なるほど。金ちゃん、着るのはいいけど、伸ばさんでよ、なんて言われたりですね。そうそう。サイズが一緒だよ。結構でもやってたよね。うん、ものすごいじゃないですか、そうそう、ファンとか、はいはい、なんか銀座の女からとか ね、いっぱい、ね、はい、もらうものがいっぱいだったじゃないですか、高級なものが、はいはいはい、その当時ピアジェとかね、あったね、その当時ね、何百万する時計をしてるんですか。でも俺、あれだもんね、別に物欲ないもんね。そうですよね、あれ、ポンポンやるんですよ。はい、そうですよね。だから気前がいいかなんか分かんないですけど、はい、でやっぱ部屋はもう性格でしょ、はい、綺麗にしてないと嫌だから、はいはいはい、パンツもしょっちゅうもう変えてたもんね。そうです、あの、洗濯するじゃん、はい、もうパンツ捨てて、はい、新しいのね。ただね、学校行くとさ、遠征から帰ってくると冷蔵庫に行ったら飲み物全くない。ないね、確かに。みんな飲むもん、はいはい、入っていいって俺言ってるから、本当にドア開けっぱなしない、うん、そうそう。で、貴重品は秋山さんに預けてるから、そうそうそう、現金類は全部、はい、いつも秋山さんにこう預けて、はい、で、寮、部屋は開けっぱなしない、はいはいはい、で、全部、飲み物は全部置いてある。いつも取っていってたって、まめさん言ってましたもんね。まあ、めもそうです、みんな取っていってたんですよ。盗塁、はいはい、したらコーラがいっぱい入るし、はい、ジュースがね、そうそう、で、山ほど溜まってるわけじゃないですか、はいはい、で、冷蔵庫の中にね、入れて、はい、もう帰ってきた時失礼なやつですね。俺はもうたぶんちゃんと飲んだら入れてたよ。いやでも前、まあ、話してもして、うん、俺膝壊してん、あの時ほら俺一人でさ、うん、部屋でずっと電気消してさ、うんうん、あの時だけは心配しました本当に。で僕はそれで試合に出れるようになって、まあ、ショート
守ってたんですけど、はい、自殺するんじゃないかな。いや、吉彦さん自体もですね、野球やってた中で膝を壊して一回だけそういう時があって、はい、その話は実は金ちゃんだけが知ってるっていう。あ、そうなんですよ、はあ、で部屋に行ったら大丈夫っつって、全然もうね、本当野球の試合どころじゃないんですよ、うん、この人も強いから、脇腹折ろうが何だろうが、僕らもそういうの見てきてるから、はい、やっぱ少々の骨折では休めないんですよ、はい、そういうの見てきて、はい、もうあの時だけは膝をやった時は、あ、これあれだな、まあ、同級生でありながら相当心配しました、うん、こういう性格でしょ、はい、だからもう自殺するんじゃないかなと思う、はいはい、いや、ここの中喜んだらしいよ。いや、喜ぶわけないやいやいや、そうやけど、でもそれオチがあるじゃんで、そういう状態で、はい、そういう状態で僕ずっとオープン戦も1番を出してもらって、はいはい、結果出てるんですよ、はい、そうそう、3割ぐらい打って、はい、で盗塁もできて、はい、よし、いけるぞと思ったら、開幕したら高橋良子さんです。元気になって帰ってきたんですね。あれですね、元気じゃないけど、不死身かよ、これ思いました、はいはいはい、本当に。でもね、よくあの状態で試合に出てたと、はい、でも僕が出るのと彼が出るのってやっぱり他球団なんですよ。高橋由彦がレギュラー出てるって中身は知らないから、はい、それは全然違いますよ。外には出ないもんね。出ないから、うん、小林さんが言ってたのは面白いのは、そうなって、はい、で俺たちもレギュラーのみんなだった時に、はい、でも怪我しても表には出ないよね、うんうん、もう怪我してるってね。そうですね。で、みんなそうない、小林さんでも金沢さんでもみんなそうない、はい、その時に決めるのは監督ない、はいはい、出すか出さないか、うん、何しろ俺たちは何試合出ますと、うん、もう足が悪だろうがどこどこ痛いだろうが、そう、名前があるからそれだけでレギュラーとしての価値観がある、はいはい、それをマイナスになるよったら監督勝手に変えるっていうスタンス。なるほど。もうだ、監督がやられるまでは全員は試合に出るって言ったんですね。あったよね、はい、あの誰とやん、巨人でさ、親知らず抜いたっつって試合休んだ選手がいたんよ。そしたらみんなが、ええー、なー、親知らず抜いて休めるんかいってあって、ね、え、誰ですか、言えない、聞きたいですけど考えられないです、ね、そうですね。だからいいなと思う、はいはいはい、あの頃そうだった。だからもう、それが原因で翔太を蹴ったわけ。ああ、そうですね。うん、ただ翔太もちょっと、なんか知らんけど、俺にすれ違いざまに言われて、俺はずっとその前に言ってたわけやから、痛い痛い言うなと。はいはいはい、言ったんね、はい、それはね、レギュラーとしてやってる以上は絶対痛いが言った。うん、だからこの人ほら、江那さんとか、小石さんとか、ね、江那さん、はい、この姿を見てるわけじゃないですか、はいはい、背中を。はい、もう絶対弱音は吐かないです、試合で。だからもう本当、相当やばかったと思うんですよ。脇腹折った時も甲子園でさ、練習しないんですよ。できないんですよ。できる状態じゃない。はいはい、ボルタレの南條もなんぼちゃん大丈夫ねって。それ試合です。試合は普通です。はい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 。やっぱりだからやっぱもうね、レギュラーとやっていく人たちっていうのはやっぱこうハートもね、お父さんも木村さんもそうだろう。そうね。あの頃のカープすごいですよね。木村さんなんか痛いって聞いたことないもんね。ないね。その下でやったらさ、痛いなんてことは言えないもんね。え、骨折してんの、え、フルは熱がある人が多かったよね。多いね。シャンもでもしかしあの一軍であんだけ出てきて、ヤンプカズさんその当時斜面に触れ、はい、斜面に触れて、カズヨさんのとこばっかり二軍の練習まで来るんですよ。はいはい、来てあの昔か水三星寮のね、はい、バッティング場の中バットを振るんですよ。はい、それで僕らが打ってたらちょっと来てこうカズさんがいたら帰ってきましたっつって、でそれからも延々とです。僕ら練習する時間がない。もうこう思ったら絶対押し通しますから。はいはい、あれぐらいのハートがないとやっぱなかなかね、盗塁は取れないし、日本シリーズであんな大活躍できないですだから村上君がああやってこうクラッとなるんだね。あいつでも阪神戦でも面白い、平気で言うよね、平気で誰に向かっても言うやろ。そうそう、そうですよね、馬の声だから。ちっちゃい時もさ
ここに来て、今井さん、体を大きくするのはどうしたらいいですかって言ってたんだ。だからね、やっぱほら、その高野っていうのが、うちの今教え子で若い子がいるんですけど、ドジャースに行った子なんですけど、はい、やっぱそういうの見てるじゃん、うん、目の前、プロ野球選手。だからやっぱこう、なんていうか、物怖じしないから。物怖じしない。環境でやっぱり。あの、一本取ってるの顔にな、うん。これ見て、え？俺ちょっと無理かもしれんぐらいの。ちょっと会った時にこう、こう、圧かかりそうな感じですよ、俺でも。あんな感じあるもん。でも、あの礼儀とかさ、すごいきっちりしたもんね。そうでしょうね。だから、まあチャンスがあればね、はい、僕もお父さんにも言ったんですけど、あのよっちゃんがね、こういうね、はい、YouTube をやってて、はい、チャンスがあれば、まあ彼が出てもらえば一番いい。ぜひお願いします。なかなかね、そう、こう、ね、タイミングってあるじゃないですか、はいはい、だから電話絶対しないんです、はい、LINE はしますけど、で電話して、例えば忙しい時とか、そうですね、嫌、ね、だったでしょ、うん、そうですね、もうこういうね、そういう経験してる。あの頃電話なかったな。あ、そう、確かに。あの頃電話なかったか。確かに、ないな。時代が。そうね、今ってやっぱ電話しちゃうと、寝てると、はい、あれそうだよな、本当。あり方迷惑で便利すぎてよくないよね。だから LINE でやれば残るから、はい、いつ見ようが。そうですね、いつか見てくれればですもんね。これプロ野球選手興味なかったの。あ、言ってたね。プロ野球選手興味ない人が。ね、日本記録ですからね。日本記録持ってんだ。そういう人間もいるのよ。ただ俺は甲子園で出たかったってわけだ。だから面白いのは甲子園っていうのはなんか、今は甲子園だったらプロ野球選手近づけるって頭あるけど、うんうん、俺は全くない。何しろ甲子園が好きだった。もう何しろ甲子園行きたい。言ってたもんね、ドラフトかかると思わない。はいはいはい。だからそういう面では逆にいいパターンね。興味なくて、ね、たまたま来ました。入ったら広島。はい、行ってみたら、わあ、何しようならもうちょっと間違えたかなっていう感じで。えって思った時に、なんかこう全部出会いやね。そうね、やっぱ人との出会いで、やっぱ人が育ててくれたんですね。そうそう、最終的にはどんなパターンがある、さっきの村上の両親もそうだけど、こういろんなパターンがあるけど、最終的にはそのパターンに誰かがこうピースがはまるわけ、うん、要は外部が、うん、だからこの外部がいい人に出会うか出会わないか全く変わる。そうそう、だからお父さんお母さんもね、それを心配されてた。やっぱりほら、うん、こうなってしまえばいろんなね、僕らまあこうやって信用してもらってるからあれですけど、はい、やっぱいろんな形でもこう接触しようということ多いでしょうね。で今なんか胸がこういう人をお父さん知ってるって、お父さんをよく知ってるっていうことで電話かかってきたりあれしたんだけどっていうことを聞いた。俺知らんよって、もうそれやめなさいと、うん、もうだからやっぱこうなんていうかな、そ人との出会いっていうのはやっぱ彼も持ってることだから、うん、やっぱぜひ ね僕らもこう教え子としてこういいね、例えばよっちゃんなんかでもこう野球界のためにさ出会いがあって、うん、そういうのを今度またこういい話が、ね、パティングコーチでもあったんだからさ、もしもよ、あの胸が OK ってことになればね、これはもうぜひ話 ね、ぜひぜひお願いいたします。ね、その時はほら金ちゃんも一緒にいないと俺、あ、そうね、よう喋らんもん。逆に緊張するでしょ。野球界のことはね、野球界の1枚も2枚も全然嫌なんだからさ。そういや、あのくらいになるとやっぱ緊張する俺。多分56本やからね。やっマジで日本記録持ってんだから、はい、ちょっと熱感じる。いや全然村上君熱感じる。だからどっか似てるから熱感じるのだから。そうかもですね、逆に似た者同士だからね、食いつくかもしれない。そうですね、うん、あの誰にでも文句言える性格だ、ね、俺もそうやったからね。もうほんとね、真面目な話、タイトルもね取りたかったんだろうと思うけど、あいつの頭の中にはね、勝負勝つこと。あ、だからヘッドスライン、そうね、平気でやるでしょ。そうですよね。でも純粋なんですよ、はい、あれが本当に野球をするんだよ。そうなんね。だからあいついいな。確かに。だからむしろあの大谷君、うん、日本で禁止になってたやん、スライディングだと。ああ、ヘッドがですね。そうやろ、はい、そう言って平気でやってるよ。やってますよね、うん、あれが本当真の姿に野球 で怪我するときは、うん、何やっても怪我するんよ。そうそう、でしないやつはしない。だからあってヘッドスライディングがどうだこうだとか気にしたら、うんうん、いやいや、そんなの怪我するんだったって、うん、何やっても怪我しますよって。野球選手しないでしょ、ヘッドスライディングしなかったら、ね、だからやっぱチームのためっていうのがこうすごくあるんじゃないですかね、うん、どっかで後からその数字はもちろんもうね、あのそういう位置なんだけど、やっぱりチームが勝つことがもう大前提だから、だから喜び方もそうでしょ、あいつなんかこうそういう教育をされたっていうかね。でヘッドなんかでもやっぱ地面に近いやろな、あの子は、あの村上君はああやってヘッドができると思うことは。だって考えてごらん、王さんがヘッドは似合わんやだよね。王さんがヘッドなんか見たことないよね。そうやろ、キャンプ中ぐらいで、なんか特集ぐらいの、ね、そういう映像ないよね。ないですよ、王さんのヘッドとか。長嶋さんはなんとなくあるような気がしますね。落合さんのヘッドってないやろ。ないですね。そうなんや、
ね、そういう意味ではこう違う魅力がありますよ ね, ありますね。そうだから、うん、それが違うよね。だからヘッドが似合うっていうことはバランスよく野球選手なんで、王さんもそうよ、バランスよく野球選手なんだけど、はい、ヘッドは似合うよねって確かに言われたら。そうですね、そうやろ、うん、藤本監督がヘッドは似合うもん。広瀬のヘッドは似合わないよね。まあ言って見たくないかもしれない。ヒゲが面白い下の方につくかもしれない。見たくないかもしれない。だから座ってみたらなんか野球選手でも似合う、全体的に似合う似合わないってあるよね。あ、ありますね。大谷選手は似合うや、ヘッドしてもこうバランスよく、ね、いいですね、うん、山本浩二さんのヘッドってどうですか。見たくない。そうですよね。でも木村、ね、さんはヘッド、ね、飛び込んだりする、ね、うん、からね。浩二さんがだからそれ見ないかもしれないけど、浩二さんのヘッド見たことないよね。ないね。そうなん、そういうことですね。ミニタイさんのヘッドが見たくない。ないないない。ないって見たくない。ない。ちんちゃんのちんちゃんのさヘッドが見たくないやん。だからそういうのあるやん。言われてみれば本当そうです、ね。タスカの場合はヘッドしたらあプロンだれって。でも野球ってそういうことなのかなと思う。まあ、高橋由伸はもう絶対ヘッドは。そうですね。当たり前の。もうユニフォームは綺麗じゃない。泥まみれになって野球をやんちゃ坊主がそのまま大きくなったっていう。まあね。だからブランド貢献は確立されてるもんなの。王さんはホームランの選手なのか。はいはいはい。で村上君はホームランを持つけど全部ができて、そうですね。いう感じなのかな。言われたらそうですね。そうそう。まあなんか純粋な子供ですもんね。本当に、まあ、野球選手22歳だからそれはしょうがないと思うけど、22歳ですからね、しょうがなくないよ。22は生意気になるよ。あ、まあ確かに。俺を見てごらん、まあ、環境がね、環境がそうさせるからね。そう言わすんです。マジで自由だったよ22歳。あのね、飛ぶ鳥を落として食ってたもん、ね、飛ぶ鳥を落とすよ。人が寝てようがなんだろうが ね、寮の中でポルシェ、真っ赤なポルシェガーガーガーと、おい、真っ赤いどっか出てくる。俺付き合って、お、大野まで行こうぜ、これ食いつくんだよ、車がビーンってなる、地面に食いつくようにポルシェが行くわけですよ。なんか起こされてね、ほんとやばいっすよ。いやでもなんかある意味青春ですね。だから面白いのは、はい、頑張るってことは自由になりたいってことだもんね。特にプロ野球はね。だからだって正直言ったあの時22歳さ、うん、え、サワル打ったらいいんでしょ、うん、っていう感覚だもん、感覚だもんね。え、何、あ、打ちますんで。名前きれいっすよね、うん、あ、盗塁王は、だから盗塁王なんかだ70とか、はい、まあ ね、昔だったら70、80、グーさん100なんかって、ね、時代ですからね。ありましたよね。今取るようで20何個で取るようとか30で取るよ、ね、この間ほら4人いっぺんと去年ですね。まあやらなきゃ4人いっぺんでどうやって取れるかってこと、はい、すごいよね。あ、奇跡よね。そうしたらいいよ、4人。宝くじが、ね、マジでほんま思う。でも本当ね、野球界ってやっぱだからドリームなのかな。あの時22歳、村上22歳、うんで3億円の家やな、その時代が変わってごらん、多分言うともらってたかもしれない。もっともらってるな。で、でそういう面ではこうやっぱ野球っていいよね。でも本当にさっきここでもそうだけど、少子化の問題やん。そう、それがね。で、すごい今大変やんか、あの両親の送り迎えとか。そう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 。だから、お母さんだけの母子家庭があるやん。だから、その入れないとかあるらしいやん。そこをちょっと考えたらいいよね。そうですね。うん、まあ、うちなんかね、母子家庭だったら。母子家庭割引をする、してますよ、兄弟割引とかしないと、まあ、なるべく、まあ、確かにこう利益もあれなんですけど、まずこう野球人口を増やしたり、そうだよね、だからこういう意味ではこういうね、よっちゃんにもこうやって YouTube 出させてもらって、はい、で、あの村上がこうやってタイトル取ったっていうことは、はい、ものすごくですね、子供たちが、あ、野球いいなとなりますよね。そうだよ、そういうのがいいと思うんですよね。すごいですよ、本当。やっぱり今校長に習いたいみたいなんですね。うん、まあそのね、元気だ、大丈夫、うん、元気です、まあ、元気でも、まあね、はい、まあ、スタッフも頑張ってくれてますんで、うん、うちも、はい、だからそういう面では僕もね、なんか恩返しせなあかんなと思ってるし、まあそうだね、野球はそうだね、野球に対してはね、素晴らしいですね、うん、で今日からこうバットからもらっちゃったし、もらってないでしょ。それ、高橋由伸に持ってくるから、ちゃんとこう、ね、袋に包んで、ドーンと言わないと違うバット。違うバット。金ちゃんが、あの、村上って書いてある。もうサイン見たら分かるよ。
当時のサインとも全然違います。一発目のもう最初プロに行く時のサインはここで、うわ素晴らしいですね、もらったんですけども、やっぱね、いいよね、変わってくる、すごい素晴らしいですね、素晴らしい、だんだんそうです、省略してくるでしょ、枚数が多くなってくるとほらサイン、あでも、うん、前は省略して楽だったけど今逆に自分の名前が分かるように書いてる、確かにね、うん、だから村上も行く時は酒井君ってあの九州学院の監督、うん、元監督がサインを字が分かるように書ける、うん、だから一番最初のサインはもう分かりやすいです、うん、今はもうだいぶ崩してね、うん、書いてます、もうねこれ誰になるんだろうね、うん、まあ確かに、ね、そうそう、その当時は例えばゆうちゃんがわーっと人気がある時はああ高橋由伸さんサインだってあれなんですけど、はい、もう時代とともにねこれ分からなくなりますからね、でも俺は分かる方よ、分かりますね、いやまあそんな感じでですね、はい、素晴らしいですね、やっぱり同級生シリーズ、いやー本当嬉しい、謝ることがないっていうのもね、いやもう待ってましたよいや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 嬉しいですよ、ほんまね謝んなくていいって楽、いやなんか2人の話聞いてると青春だなって感じますよね、まだまだありますから、ね、まあまたそれはまた出していただいてですね、出ていただいて、ね、ま、麻雀ねしてる時も大変だったよね、あれ出てる時ね、あったね、俺たちは負けてばっかりなのにね、有田さん勝ってばっかりなのに一人の人ね、熊本は近いですし熊本は近いですし、そうだね、ね、だからやっぱり本当何回もそういう機会が俺も願ってるよ、でもやっぱなかなかね、あんま有名になってくるとなかなか球団がどうだこうだって言われるからですね、大変やっぱ縛りが出てくるから、まあそうですね、チャンスがあればね、そうね、そう、そうだ、そこはですね、うん、まあ、あの、まあ会えればね今年も会いたいと思います、縛れないからね、まあそんな感じで、はい、ありがとうございました、ジョージさんありがとうございました、ありがとうございました、またよろしくお願いします、いいな、体どこも痛そうじゃないか、痛いって膝、もちろんサバタカナチャーハンです、え、ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録といいねとコメントをよろしくお願いします、それではゲームセット、次回もよろぴこ。